はい、ですね、新しくちょっとホームページを作ったんですが、さらに、YouTube の関東ですね、YouTube の等のアカウントを作りました。で、入っていく方はこの NHK からという検索をしていただいてですね、NHK から国民のと NHK からで十分出てきますから、 NHK から検索していただくとここに党のホームページが出てきます。多分上の方に出てくると思いますから、でこれで党のホームページが出てきます。党のイメージもね、ちょっとかっこよくリニューアルさせていただいたんですが、この右上、ここは僕のこれまでの個人の方が出ますので、こっちの方ね、下に下がっていただいて、さらにこう出るんですが、もう一つ下、この新しく YouTube 解説と、これが党の NHK から国民を守る党のホームページということになります。すげえ、もうすでに1100人、まだこれ公開してから40分なんですけども、1100人の登録をいただいてます。でもうこのね、ぜひチャンネル登録のここをですね、チャンネル登録をクリックしていただいて、チャンネル登録をしてですね、あとはこの動画というところをですね、押していただけると、動画が出てきます。まあ今1本だけなんですけども、これからここのチャンネルをですね、メインにですね、動画のアップロードをしていきたいと思います。ちょっとね、個人の方の収益が、別に YouTube 上げれるんですけど、止められてるというか、ちょっとあんま意味がよくわからないんですけども、一つは政治団体、政治活動だからもう広告をつけれないのか、それともいわゆる炎上目的だから広告はつけれないのか、ちょっと理由はわかりません。いずれにしてもこれまでの立花隆のチャンネルというのは、会社のチャンネルになります。そしてこの NHK から新しく作った NHK から国民を守る党というのは政党のチャンネルとして運用していきたいと思っております。以上です。チャンネル登録よろしくお願いいたします。国会 YouTuber が NHK をぶっ壊す。